ロナルド・レーガンは神奈川県の横須賀基地におととし10月に配備されました。乗組員は3125人で、全長が東京タワーと同じ333メートルあります。東日本大震災が起きた際にはアメリカ軍による友達作戦に参加し、支援活動を行いました。先週までに定期整備や硫黄島での艦載機の訓練などを終え、15日正午頃に横須賀基地を出港する予定です。ロナルド・レーガンの行き先は不明ですが、中国が海洋進出を強める東シナ海や、14日弾道ミサイルを発射した北朝鮮に圧力をかけるため日本海に向かう可能性もあります。